2020年3月27日夜の8時半です。現在私は地下鉄2号線ウェニンルーの駅にいます。まあ、以前もこのウェニンルーの駅の付近を撮影したんですけども、時間の経過とともにどれぐらい変化しているか見るために今日もう一度撮影してみたいと思います。これはパリスバケットというパン屋さんですね。最近はショッピングモールによってはもう体温検査はなくてそのまま入れるようになっています。ただ中国としては海外からの渡航者は全部外国人の入国は拒否するということになったみたいです。なんか昨日一昨日だったかな、1日だけ日本から来る人も2週間の隔離はなくなったという発表されたばっかりだったんですけども、またすぐに外国人は全部拒否するということになってます。ですので私もちょっとしばらく日本に帰れないですね。帰ったら中国に戻れないので非常に困ります。さっきこの辺で食事したんですけども、割と人がいます。で、外食する人も増えてきています。ただまあこのコスタコーヒーは閉まってますね。まあ夜カフェでゆっくりするっていう人は少ないんですかね。ただ普通に食事するような飲食店は結構人がいて食べています。今まではみんな外食すごい嫌がってやってなかったんですけども、最近は食べるようになってます。ちょっとこのまま歩いてスイチェンルーの方まで歩いていきたいと思います。ここはビンゴ広場ですね。ショッピングモールになっています。少し前までは撮影を iPhone6 でやってたんですけども、今は iPhone11 です。かなり画像が綺麗で手ブレも補正されてると思います。これはパン屋さんですね。この時間もパンほとんど売れてないです。そしてスターバックスです。スターバックスでも地域によっては店内でコーヒーを飲めない場所もあるんですけども、ここの町内区は割と緩いのか店の中でほとんど飲食ができるようになっています。今日は結構風があって寒いですね。最近本当、まあ、日本も同じでしょうけど服を選ぶのが非常に迷います。ダウンとか着ると日中めちゃくちゃ暑いですし、薄着になるとこういう夜ですね、本当寒いです。今の時期風邪ひいて熱出たら大変なのでちょっと怖いですね。シティスーパー、シティショップですか。ちょっと見ていきたいと思います。ここは割と外国人向けの、
まあ、今日中国人の人と朝話してたんですけども、まあ、外国人の入国が拒否するということになって、まあ、中国人の人は、まあ、あれですね、中国は今一番安全だと思ってるということです。まあ、確かにそうかもしれないです。まあ、ここカラオケボックスですね。人が入って行ってます。結構人がいますね。出入りしてます。今までカラオケとか禁止されてた、営業できなかったんですけども、もうカラオケもできるようになっています。映画館ももうすぐそういえば営業再開するという話を聞きました。ただ私が知ってる5月にある展示会があったんですけども、その展示会は延期することになったそうです。まあ今この時期展示会出てもお客さん来なかったら出店料を無駄にするだけなので、まあ出店しないっていう、キャンセルするっていうところもあるかもしれないです。あのカラオケが屋があんだけ流行ってるとはちょっと思わなかったですね。ここもまあまあ人がいます。まあ皆さん今までずっと家で来てストレス溜まってるんで、まあ今日金曜日の夜ですけど、週末ぐらいは外でちょっと食べたいですよね。割といます、人がいます。ブルフロックも結構人入ってますね。8割ぐらいの席が埋まってる感じです。こっちの店はそんなあんまり入ってないですかね。ここはバーですか。ウェニンルーは右側にも店があり、この左側には巨大なショッピングモールがあります。やっぱり iPhone11 で撮ると綺麗ですね。それじゃあちょっとスイチェンルーの方へ歩いていきたいと思います。途中何もないからあんまり面白くないかもしれないですけど、なんか今日はあまり寒くなかったらワイタンの夜景を撮影に行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと寒いのでやめました。あと夜11時ぐらいから雨が降りそうなので、もし早く雨が降ってきたら嫌なので行かなかったんですけど、ちょっとワイタンの夜景もですね、皆さんに見ていただきたいと思っています。結構綺麗です。まあ、上海の定番の観光地なんですけど、まあ、最近は観光に来た人でなんか犯罪の被害に遭うっていうと、まあ、路上で女の人に声かけられて飲みに行こうとか言われて高いビール飲まされるとか、ぼったくりバーに連れて行かれるとか、それぐらいで、スリっていうのは最近は多分もうないかもしれないですけど、みんな財布持ってないですので、昔はよくワイタンとか行くと気をつけないと財布をすられたりっていうのはありました。私の友達もあの時いくらかな、10何万円入ってる財布を取られて、かなりショックです。まあただ今だとそうですね、スマホを盗まれないように気をつけないといけないかもわかんないです。この今私が歩いている道は天山ルーですね。天の山の道と書きます。この前の交差点がスイチェンルーの交差点です。
この辺はもうマンション群ですね、すべて30階建てぐらいのマンションが何百棟もあります。何百棟ぐらいあるのかな、一つの区画で多分20ぐらいあって、それがなんとか花園とかなんとか園っていう方にあるんで、まあ何百、2、300棟ぐらいあるんですかね。恐ろしいですよね。1個のマンションが1億円以上軽くするので、すごい資産価値です。昔はこの向こう側、左の方に行くと、蘇州川なんですけど、蘇州川のあたりは昔は工場があったそうです。まあ、運河で荷物を運ぶので、工場ばかりあったみたいなんですけど、今はもう完全に住宅地に開発されています。ここがスイチェンルー、テンシャンルーの交差点ですね。前回昼間にこのスイチェンルーを歩いた動画を撮ったんですけども、まあ夜はまたちょっと違った雰囲気があると思います。水チェンル、水の城の道と書きます。中国の道は全ての道路にストリートの名前がついているので非常に分かりやすいです。どの道とどの道の交差点といえばはっきり分かります。日本みたいに何丁目とかって言われてもなかなかその場所に行っても分からないですよね。まあ、アメリカもそうですね、ストリートとアビニューとかっていう風に道の名前がついてるので非常に分かりやすいです。ここの羊の店ですね、これ満席ですね、すごいです。この外にあるのがこれザリガニですね。これ子供が遊ぶためじゃなくて食べるためのザリガニです。私はザリガニ食べたことないですけども、食べたくないですけども、結構中国の人は普通に美味しそうに食べます。なんか私はザリガニっていうと本当子供の時ドブでザリガニがいたイメージがあってなかなか食べようっていう気にはならないですよね。ここは携帯の修理のお店ですね。まあこういうとこ行くと本当安くすぐに修理してくれます。美容室ですね。美容室のこの値段だいたい頭を洗うのが28元です。日本円でまあ500円ぐらいですか。カットはいくらっていうのはちょっと書いてないですね。まあ、散髪の値段は日本と比べると比較的安いと思います。向こう側、あれはエステの店とバーですか、カフェ&バーって書いてますね。まあ、こっちに入ると住宅地なので静かですね。
かちょっと冬に戻った感じで寒いですね。お、わ、ピザ屋があって、ピザ屋ですね。そしてお酒とタバコの店があります。あ、お酒がなくタバコ、あ、お酒とタバコですね。で、その横はワラクって書いてる、お好み焼き屋ですね、日本の。向こうには日式、日本式のあれ焼肉屋ですかね、ありますね。ここも美容室ですね。美容師の人が練習でドライヤーをかけています。この辺はラーメン屋ですね。そして果物屋です。果物は日本と比べると安いですね。ただまあ味はやっぱり日本の方がなんていうんですか、すごいこだわって作ってるのが美味しいですし、見た目もやっぱり日本の果物の方が比較的綺麗だと思います。ただ値段はもうスイカとか中国めちゃくちゃ安いですね。ここはマウタイルスイチェンルーの交差点ですね。マオタイル、マオタイ中のマオタイですね。マオタイ中っていうのはあの中国の、まあ、お酒ですね。日本酒みたいに透明なんですけども50度ぐらいあります。正月の時はよく取引先とかあの、まあ、友達とか集まって飲んでますね。飲んでるとか飲まされますね。向こう側にはラッキンコーヒーがあります。ただもうこの時間は営業してないですね。なんか週末夜晴れてればワイタンの方に夜景を撮りに行きたいと思います。それではありがとうございました。